武士がおるぞ。何やつだ。酒井と申す。本土の武士とお見受けする。いかにも小笠田宗と申す。本土の御家人です。よくぞ対馬まで。火急の時ゆえに下文が届くとすぐに我らは出立を命じられました。志村殿から話は聞きましたぞ。この戦に加わり藩を討ち蒙古に奪われた城を取り返せばよいのですな。さようです。恐れながら人に会わねばなりません。南の門でお待ちしましょう。その後志村殿のところへ。心が弱い者は藩下るだろうが、さすが志村殿。ジン、戻っておったのだな。百姓たちを苦しめてはおりませんか。さすが槍川、この者らは見た目よりもずっと頑丈だ。頑固でもあるがな。あなたには及ぶまい。当然だろう。少し前なら私の言葉に耳を貸すこともなかったろうに。こうして力を貸すようになったのはお主の働きのおかげだ。答えねばなりませんね。私も励まねば。聞いたか、石川先生は死んでなかったんだって。戦を生き延びたのか、すごいな。出陣もしなかった。先生ほどの腕前なら。志村様の城が奪われたことがあったか。ないな。地頭様が槍川家と戦った時です。力を落としてらっしゃるだろうな。異国の連中に自分の城を盗まれる。俺も死ぬ覚悟をしなきゃならない。話をしている暇はないぞ。酒井、戻ったか。先生、本土の武士に会われたのですね。いずれも武勇に優れた精鋭だが、弓の技を磨いても損はなかろう。百姓たちは。申し分ない。腕はないが肝が据わっておる。先生がお褒めになるとは。槍川はかつて島の支えであったからな。蒙古どもを船に追いやることができるぞ。一月稽古ができればな。半時はあります。ならばわしの邪魔をするのはよせ。我らの意を知る。車輪をよく見て。よく働いておるな。誰も怠けてないか。あっしがしっかり見張ってるんですよ。道中で壊れでもしたらお城の門を壊せなくて大変じゃないですか。アザモウラの時にも使えたらよかったな。あっしの荷車がお気に召さなかったなんて。酒の匂いで酔いかけた。タカのことをユナから聞きました。足なんかよりずっと度胸がある。タカが聞いたらきっと照れるぞ。なら足も精を出さなきゃね。酒井様。ノリオ、新参の稽古中か。稽古ではなく心の整え方を教えていました。武士も槍川の戦士も戦の前に心を静めた方がいいかと思いまして。そうすれば世の無常も死への恐れも受け入れられるはずです。なるほどな。加わってもよいか。ええ、喜んで。助かったぞ。御仏のご加護がありますように。誰にも言ったことないが、昔死にかけたことがある。家から離れた森で侍ごっこをしてて、気づいたら夜になって。平和とは高く。
いよいよだな。援軍もおる。備えは万端と言えよう。少しは休めたか。眠れやしない。タカにはすまないことをした。クロードのこと、あの子もヤリカワも信じてる。立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。行善様のお話聞いたことあるか。あの盲目の奉仕。なあ、心の中泡の味がおかしくないか。わかるよ。食べ飽きたんだ。盲目のやつ、石碑には傷一つつけてないんだ。足立様の石碑を壊そうと思う不届き者がいるもんか。何かあった。何かがいつも違う。酒井殿。藩の捕虜。小賀殿、叔父上の所在は。丘の上でお待ちだ。道中小賀家の者でお守りして進ぜよ。痛み入ります。藩を待たせる気はありません。さようか。働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですな。クロード。武士が全て討たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た。今こそそうしたまやかしは捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのだ。今は対馬とこの島に住まう民を救うとき。藩を討つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、恋子殿がお着きです。天儀上におる。猛虎でも盗む。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、藩には捕らえられて寝返るよう迫られました。藩と話したのか。捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みも、そなたが耐えた苦しみも、藩に償わせてくれよ。仁、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁には、そなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます、叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、計りやすく組みしやすい。だがクロードは底知れぬ。
故に手ごわく恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。藩を討ち取りましょう。共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥン藩を討ち取り、我が城を取り戻し、猛虎どもを対馬から打ち払う。志村殿に続け。進め。
しておる。道を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。よっしゃ。あの矢倉、このままでは進めない。酒井、お前が策を練れ、あの兵器を壊すのだ。武士らしく、わしはここにとどまり矢面に立つ。私も行くよ。離れるな。おのおのとどまれ。行け酒井、槍を奪え。味方にしたから敵を倒せた。志村様は間違ってる。考え方を改めねば死者は増える一方だ。この戦ができたのはあんたが動いたからだ。志村様じゃないよ。始まったばかりだがな。破壊者、やりましたね。猛虎勢を押しておるぞ。連兵が来るぞ。城を取られるな。猛虎にかける中ではない。Get that!
道は開けた。押し進め。陣を組め。行け。橋まで進むぞ。津島を守れ。津島を守るぞ。方法を海に押し戻せ。一人も残すな。敗走を許すなど何か妙です。行かせた。あれじゃ犬死ねだ。戦場で死ぬは誉れよ。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったのです。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。